あ、大坂さん起きましたね。はーい。これで寝てるのはゆかり先生だけですね。でもなんか起こすと怒りそうだから起こせないな。ああ、じゃあ、私が起こしたる。ずっと夢見てたんや。俺のクローゼットの中にユダヤ人が2人いるんだ。両方とも死んでる。